翡翠光太郎の名言ラジオセラピー,ララピーはい翡翠光太郎ですアシスタントの知恵です今日もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします ここから来ていただきました。はい、魂に寄り添うコーチング、はいえ。プロコーチの田中真一さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。真一です。すありがとうございます。真一さんはね、はい、出ていただいて、はい、いきなり申し訳ないけど、いきなりないお挨拶もらったね。最初の感じとしては、はい、ものすごくラジオではもったいない人だと思いますね。はい どんなところどんな心からそう思いますか <laughs> どんな心から <laughs> どんな心から <ぜひ S 1> ちいちゃん僕は向いてないそう感じた <laughs> 向いてないっていうのラジオ向きじゃないと思った理由を <laughs>、はい、ちょっとちいちゃんに聞きたい当ててみましょうか、はい、そしたら、はい そうですね、私もちょっと田中さん、はい、あの、拝見させていただいてるんですけれども。その時からの印象が、もう、この精神性の高さ。まあ、千人というか、まあ、もう、悟りを開いたような、そういうイメージが、あったんですが。ええ、翡さんは、そんなところでしょうか、どうですか。精神性の高い人って、ラジオ向きじゃないんですか。そんなわけないか。精神性の。 そっかラジオでも出る精神性の高い人はラジオ向きじゃないじゃないわけでもないですね。イケメンとかそういうことですか近いですね、田中さんですね、ラジオで聞いてくださっている方はわからない状態ですけど、目がものすごく優しい、おっしゃる通りですね瞳が優しい、もう精神性の高さが瞳に現れている。 届けけられないけど、はい、その響きをねそのどうしてこんなに優しい、はい、あのそこにいるだけで、はい、瞳を見るだけで、うん、きっと女子だったら、はい、田中さんの瞳を見つめた0.3秒後には田中さんのファンになってる人多いと思うのねその秘密を今日ねどうしてそんなにあの瞳だけでるようになったのかっていう。<laughs> い 喋り始めるタイミングがなかなかどうして喋らなくても瞳だけでこんなに人を癒せるのか <laughs> 本当ですね<ー>田中さんそのぜひそのあたりをり <laughs> 普段のライフワークとしてあの講演されています「はい、愛すること学ぶこと生きることそ、はい」その内容の方、はい、どんなことを講演されてるんでしょうか 私が今こういうふうにできてるのも息子がいたおかげなんですよね。はい、でどういう息子かっていうとあの、まあ、ダウン症で最重度の知的障害があって、うん、なおかつ生まれてすぐにあの気道が塞がってしまって呼吸困難になって、うんまあ、気管切開をしてるんですけど、うん、もう24歳になるんですけども赤ちゃんの時からずっと声が出せないんですね気道が塞がってて。でそれで最初はもう本当にかわいそうとしかちょっと思ってなかったんですけどもだんだんそういうことをこう乗り越えて 行ってまあ、状況は変わらないんですけどもあの成長していく息子を見,見るとなんかもう尊敬するようになっていてです、ね、どんなことがあってもなんかすごく笑顔で嫌なことがあるだろうなと思っててもなんかこう全部あの嫌とも言わないし不機嫌な表情をしないしどれだけ待たされても。<laughs> <laughs> 夕食とかちょっといろんなこう事情があって一回夜のもう10時ぐらいになった時あったんですよそれでもうじっとに行こうと待ってますもんね<ー>。夜10時にやっとご飯食べられたら本当にうれしそうに幸せ<ー>そうにそう、ね、う長い長い,いただきましをしてあの食事をしたりとか普通だったらもう早くご飯食べさせてよとか家になったりするのがごく普通だと思うんですけども、はい、そういうのがこうないんですよね。でそこににいるだけでこうなんか一緒に この息子と子こ,のこの子の親でいられること自体がもう本当にこう嬉しくてありがたくて<ー>でいろんなこう日常の中で気づくことがたくさんあって、うん、そういう,こう喜びっていうかあの私自身のこうものの見方が変わったし、うん、そういうことを伝えていきたいと思ってちょうど1年前ぐらい去年6月からですね、うん、まあ講演活動させていただいているということで。 息子さんから、ね、教わったことってたくさんあるかと思うんですけど、はいはい、さらにいくつかエピソードをぜひ教えていいたただきたいんですが、はい、そうですすがそうね、はいえっと、お風呂に一緒に入って、はい、で上がった後私がこう体を拭いたり頭を拭いたりするんですけど、はい、ある時にあの頭を拭いてたら。はい ものすごくく珍しく不機嫌になっと思ってなんでだろうと思って <laughs> そんなご飯を何時間も待たされても不機嫌にならなかった息子さんが <laughs> そうなんですよちょっとびっくりして頭を拭いてあげてたら不機嫌になったはい、はい、なんでかなと思った時にちょっとふと自分を振り返ってみると、うん、まあ夜だったんですけどちょっとやらないといけない仕事を残してて私がすごく焦って頭をガシャガシャガシャって拭いてたんですよ、うん、っていうことに気づいて、うん、ごめんねって言ってゆっくり拭き始めると、うん、私を見上げて そう,かそうだそうだっていう感じで何かこう私息子は不倫になることはまずないんですけど、うん、もう嫌なこととかですねシュースとか,、うん、なんか許されたら嫌ですけど、うん、そうじゃないことで不倫になることは基本ないんですけど。うん <laughs> 私に教えてくれてるんだなっていう感じでんかその時にちゃんと心をそこに込めるそうですそこからブレるとメンターは教えてくれるんですそうなんですよ教えてくれるんですなるほど絵画教室とか行っててクレヨンとかで描く時があるんですけどクレヨンがなくなるまで使うんですよななくるてもうとかこ こんな小さくなったら普通処分するんですけど米粒になって消えてあっなくなったっていうまで使い切れるんですけどこんな人ちょっと私こう見たことなくて他の先生とか職員の人もしょうがくんすごいねみたいな感じでなんかこうそこまで大切にするのかっていうちょっとこう子供なんで子供っていうかこう知的障害もあるからずっと子供なんですけどおもちゃも大体10年以上使えますもんね。 カードとかもあの、はい、新しいのやっても、うんまあ、いらないんでっていとか置いとってで本当に今使ってるのなくなってもう物質としてちょっとこう扱えない状態になって初めて、うん、56年後に出してくるみたいな感じ年、えーえーね、やでも今、ね、そのお子さんのことを語る、はいねはい、な田中さんのまた瞳が一段優しく。 また一段と優しくね普通、やっぱりそういう障害のあるお子さんが生まれてきたらやっぱり親もいろいろ大変だと思うんですけどもちろん大変な面もあったと思うんだけどそこからすごく学んでこんなに幸せそうにお子さんののことを話すっていうは田中さんは今もプロコーチとして活躍されているんですが以前は銀行にお勤めだったということなんですが。 えっと、銀行は仕事は結構充実して楽しくやってたんですけど、はい、まあ息子が生まれて福岡の銀行なんですけど、はい、県内各地転勤があるんですよね引っ越しを伴う,うで息子が生まれた時はあの福岡県の端っこにのお店にいて、はい、でそれでこう息子はその病気になって福岡の子ども病院じゃないと息子のこう病状とか手術とか対応できないということで 2>,、うん、あの2時間ぐらいちょっとかかる。うん 当時の支店から2時間ぐらいかかるところの子ども病院に息子が転院してでそれでまあ銀行辞めたんですよね、うん、子どもさんのために、ねはいまあ、その市内の病院とか施設じゃないとも九州でもそこしか対応できないって言われたんで。うんうんうん そこで転職してそこでたまたまコーチングっていうのを学んだんでで面白いなと思ってそれで独立しようってなったんですよで銀行員の時も息子がたびたび手術したり入院したりするわけですよはい小さな頃から手術されてたんですよねそうですね手術は6回ぐらいして入院も十10回以上ずっとやってたんですけど息子が入院してる時はやっぱり会社に行ってできるだけ早く返してもらうわけですよで病院に行って妻とちょっと付き添い変わったりとかしててで土日は交代で入院したりしてたんですけど と、なんかですね。入院してるとなんかありがたいんですよ。入院してると早く帰れるし、息子とその時間いられるのがなんかすごく心が安らぐんですよ。息子はその手術したら病気でこう。入院しててちょっと苦しい状況なんですけど、2人っきりで息子と。まあ3時間ぐらいずっと寄一緒にいるのがなんか心が安らぐんですよ。 <で>それは息子さんと一緒にいるの、はい、時はその,、はい、その前からも安らぐ感覚はそのあの入院の方が高まってきたんですね、ま、幸せを感じる、まああ,のまあ生まれてほとんどすぐからずっと入院してるんで、はい、<laughs> あの入院してない時期はあんまりないんで、ちっちゃい時からですね、はいで。で、なんでこんなに入院してたのかなと、後になって私、振り返ったんですよ。はい 独立した後理由が分かったんです、はい、私がですね仕事は一生懸命で家庭あまり帰り向してなかったんです、うん、でそういう時に、はい、なんか振り返ってみるとそういう時に何か入院したり手術してる時が多いんですよね,ねだから息子はなんかそのために自分を犠牲犠牲というか私のためになんか病気になってたんじゃないかなってなんかあったから思ってなんか。 と確信ぐらいしてるんですまあさっきの,あのお風呂と同じ事例ですね。ホ本当にその大事なところに目を向けるように、はい、うう存在を通してちゃんとそこを、はい、その声なき息子さんのメッセージをちゃんと受け取られるって、はいはいまあ、見逃してる時も多いんですけどね気付、まあ、いたことしか言えないから。 本当に思うようになったのは12年前で独立して、はい、から12歳の時に独立して、はい、まあ今それから12年ちょうど経って24歳なんですけど、はい、そのぐらいからまあ自分で個人で事業していくとなるとやっぱり自分自身を磨いていかないといけないんで、はい、物とか商品じゃない,ないっていうかまあ自分がこう商品なんで、はい、そういう時にこう自分を見つめ直した時にどん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 とこう。 息子との関わりとかあの時が当ただったなみたいな感じが芋づる式に気づいていくような感じになりましたお仕事として企業の人材教育研修とかあとはコーチをコーチングのねされたりしていく中ででも去年から息子さんから学んだことを講演していこうと思ったそこは何かきっかけがあったんですか仕事年らいいしてだぶこう まあそれなりにこうずっと落ち着いてるんで,、はい、で振り返ってみると私はやっぱりこういうふうに今自分の好きなことを楽しく仕事して毎日幸せに暮らせるのはどう考えてもやっぱり息子のおかげで,で息子が気づかしてくれたことが多いんで,で仕事の中では息子のことはちらっとちょっと話すことあってもその息子メインでこう研修するってのはちょっとないんででも私はそこが大元だからそこを伝え,伝えたいっていう思いがこう。 今日伝えてください。自慢したいです。自慢し素晴ですね。自慢したいって素晴らしいですね。いや時々ですね。今最近はもう言われないですけど、その息子さんこう障害があっていろいろこう将来心配ですよねって言われる方がこう時々いらっしゃったんですよ。思っちゃいますね。でも私はもう心配どころか、こんな幸せでもこんな人生バラ色なのに何を心配するんだろうみたいな感じでなんかもう。 そうじゃなないよよってなんか伝えたくなるんですよ、うん、で仮にまあ今は私がもう妻もいて娘もお姉ちゃんもいるんですけど、はい、まあもし仮に私たちが先に亡くなったとしても、うん、息子はもう存在自体がもう愛で、うん、もう一緒にいるだけでみんな,こうなんかこう幸せになるんで、うん、もし私たちがいなくなったとしても日常的な介護とかは絶対やりたい人が出てくると思うんですよ。うん <laughs> ななぜならもう自分が関わってると幸せになっちゃうから絶対この子は自分がいなくなったらどうなるんだろうという心配じゃなくて自分が一緒にいてこんなに幸せなんだからきっと自分がいなくなってもこの幸せをね受け継いでくれる人が必ず出てくると思えるわけですね。 それはもう確信してますね自慢したいそんなこといい喋りまくりたいんですすごいですねもう本当に確信に満ちた言葉ですよね僕もね息子のことをすごい自慢しまくりたくてねちょうどできないもんが決まってっていう赤天王でねもう本当は先生から脳みそが腐ってって言われる息子だけどすごく勉強ができるっていうところ以外でね やっぱり素晴らしいところがたくさんあるんでことあるごとに自慢してたんですよね。そしたらそのことあるごとに自慢してたことをあの全部まとめたら本が一冊分になったのでそれで「できないもん勝ちの法則」という本が出たんですがぜひ今までのエピソードを思い出して全部全部自慢してほしいですね。 ブログに書いて、一冊作ってほしいですね。ぜひ、はい、いそうしたいんですけど。今もね、ブログにね、はい、発信されて、ね、はい、昔からのエピソードがありますけれども。うん、あるんですね。あ、もうあるんです。えー、ブログは、タイトルは。は自分らしく幸せに生きる。声を失ったダウン症の息子と生きて、人生が変わった気づきブログっていうタイトルなんですね。はいはい これ絶対出版応援したいなあなんね、はい、こういうエピソードあと80個ぐらい聞きたいもんねちょうど一冊になるからね<ひ>80生まれが妻はですね、うん、あの本当にすごいんですよはいっていうかあの吸引をしないといけないんで、うん、単の吸引をちょこちょこ、うんうん、でもう生まれて えー、特別支援学校の高等部卒業する18年間は24時間365日2時18年月っきりですあの <laughs>、うん、学校に行っても、ね、今はちょっと変わったんですけど当時はその吸引をしてくれる人があの教師はできないし看護師さんも配置されてないから、うん、お母さんがしてくださいっていうことだったんで、うん、学校もずっと付き添いで、うん、まあちょっとあの1時間おきとか2時間おきとかに行ったりとかしてて、はい、夜も体調が悪い時とかはあの私はあの。 おかげさまで夜ぐっすり寝る人なんですけど <laughs> 妻は本当に夜もこうあんまり月切りで眠れないっていうかた、うん、が大丈夫かな呼吸つまらないかなってなんか,から眠ってない状態がずっと続いてて、はい、息子もすごいんですよ妻もすごいですも、ねうん、私はもう全然変われなくて、うん、でも妻は本当によく相当大変なんですけど、うん、素晴らしいです,、ねはい、すごいことですね24時間365日、はいはい、18年間。はいはい 鬼嫁伝説期待して聞いてみたらねもう素晴らしい怖い方ではない <laughs> <laughs> だからもうちょっとやっぱりあの精神的に疲れてる感じもあったんですけど、うんはい、でも卒業して今あの近くの介護施設に行ってるんで,で日中はそこでずっともう看護師さんも常駐してるから、うん、今昼間はこう解放されて、うん、で息子がいたおかげでやっぱりちょっと喧嘩とかもするんですけど、はい、息子がいたおかげで <laughs> やっぱり離婚もしないし、うん、すごいことですね、はい、離婚もしないしなか息子が威力上げで仲良くなれたと思います息子は何も言わないですけど、はい、喧嘩してるとあの止めるんですよどういうふうに止めにある <laughs> うって,うってすごいす、ね、う感じで声なき声というか、はい、ジェスチャーでそれでもうそれを見るとご夫婦でもピタッと止まるけんも割れちゃうんですか したとは止まらないですけど、あの、考えないといけないねみたいな感じで。あの、今日ね、この番組っていうのはゲストの方に、その人生がね、変わったきっかけとなる名言とか。自分の好きな言葉をですね、いろいろお聞きしてきるんですが、田中さん、もう、教えてもらっていいでしょうかね。いや、もう、もう、すべて愛ですね。すべて愛。あの、まあ、本当はそうだと思うんです。はで、あの、やっぱ、息子を通して思ったのが。 やっぱ本当にこう命を失うかもしれないみたいな時も多かったし、うん、本当に苦しい状況も多かったんですけど、はい、でもなんかそれっていうのは何であるかって言ったらその状況があるからそうじゃない時をすごく幸せに感じられるし、はい、だからどんなことがあってもなんかこう大丈夫だよって幸せだよって彼、うん、に死んだとしても,もうそれも,なんかもういいんだよみたいな感じぐらいなんかこう思えるんですよ、うん、多分一緒にいたらほとんどの人はなんか思えるぐらいのこうすごい存在感があって。うん 本当にもうこの世界ええだなってなんか息子といると一緒に思いますそ <laughs> その時はあの私もあのそうなんですすけど気づかないです、うん、でも必ず時間はたっていって、うん、その時間の経過とともにいつか気づく時が来ると思う悩み苦しんで苦しんで落ちていったら、うん、もうこれをこれ以上落ちるとこがないって言ってしまったら浮、うん、上するしかないんですよ、うん、だからとことん落ち込んだから、ねうん、とことん落ち込んその田中さんはとことん落ち込んだ家庭があるんですかやっぱりまあ起業したと 息子のことではもうちょっと最初はもうなんかもう人生もう一生グレーだみたいなことをちょっと思ったんですけどもでもまあ時間が経っていくといいところもあるしで私個人的に言うと一番苦しかったのは2008年に独立した時に独立して本当にタイミングがいいことに3ヶ月後にリーマンショックになってですねなんか仕事がこうちょっとうまくいくかなと思って見通しが立った時ぐらいになんかもう仕事がなくなってしまってその時は本当になんかこう。 これからどううしようみたいな感じで、はい、家族を養え娘もこれから高校大学行った時にお金どうしようみたいな住宅ローンどうしようみたいな感じで、はい、結構恐ろしかったんですけど、はい、恐ろしかった時にその時にリーマンショックがなければって最初思ったんですけど、うん、でもずっと自分のことを掘り下げて考えていったらリーマンショックが現じゃないいことに気づいたんです、うん、それは表面的にはリーマンショックに見えるかもしれないけど、うん、私は起業して稼いでいきたいし、うん、仕事も増やして。 っって思って思たんです、うん、でお客さんとあの仕事が進んでいくといかに継続していかに売り上げ上げるかっていうことをなんか考えててそれが悪いことではないんですけどなんかそっちがなんか頭の中の比重が多かったんですよ。うん そしたら自分はそのコーチングとか人材育戦で相手を信頼しようとか何か言いながらいかにこのお客さんから売り上げ上げをようかとか考えてる自分がいてもうこんな人間はダメだなっていうことに気づいてだから売り上げ落ちたんだっていうことに気づいてそれで自分の人間力とかをこう。 ね、確かめて磨いていこうと思った時に息子の凄さに何か、うん、偉大さにこう気づいていって気づいてってねでこれがでこれまでのプロセスは全部なんかこれからの自分のためにあったんだと思って、うん、息子の存在も自分がこう最初起業してうまくいかなかった時も、うん、だからもう本当によかったなと思って、うん、だからもうなんか日中もさっちも行かなくなった時に、うん、どこにも勢いがないからもう 悩むしか考えるしかなくなって、うん、そこで何か気づけるような気がするんですけど、ね、なるほど今はこ,あこれからはこういう活動を一番力を入れていきたいっていうのはあるんですか、はい、この息子<は>、はい、そうですね今はこう息子から学んだことを仕事のウエイトとしてはもうほぼあのほまゼロに近いんで <laughs>、はい、そこをこうあのもっと広げていきたいなと思ってまし、ねはい、なんかもう本当に面白くて車でこう出かけるんですよ、うん、ハウステンボスに出かけたんですよ みんな降りて遊ぼうって言った時に息子が「りないんですよ」って言った時に息子が「降りないんですよ、はい」っていやいやってするんですよ、はい、で妻と娘とかうちの家族だけだったらちょっと待とうかでもいいんですけど、うん、父も母もあの、まあ、そこそこの年齢だし泊まってこう遊んでるって思ってたんで待っとこうっていうわけにもいかなくて先に取っとって言うわけにもいかなくて無理やりこう下ろすんですよ、はい、そうするとものすごい抵抗するんですよ、うん、<laughs> で でも、考えてみると、私は父と母とみんなが楽しんだらいいなと思ったけど、息子にはハウステンボス行くよって言ったけど、息子にはハウステンボスって、たぶ認識あんまり、多分伝わりにくいし、車乗ってるときは外、景色見て、すごく楽しんでるんですけど、息子がここに来たいと言ったわけでもないし、普通の大人とかだったら、いや、僕行きたくないよって、中高生だって言うんですけど、息子はそれ言えないから、ある意味、無理やり連れてきてるわけですよ。無理やり連れてきて、また車に乗ってドライブ楽しみたいのに、無理やり降ろそうとしてるわけですよ。 もうちょっと私ひどいなと思って、うん、でもひどいけど、ちょっと、まあ、じちゃんばあちゃんもいるからと思って無理やりこう引きずり下ろして、うん、でやっと引きずり下ろしたと思ったら、うん、でちょっとあの地面に置いたらトコトコトコってまた持ってくるんです。<laughs> で、もう車に行っちゃう。車の10分ぐらい格闘してもう汗だくになって3月なのに、うん、でやっともう今度お、下ろしたらまた帰っていくからと思っておんぶして。うん、で やっとこう歩き出してで抵抗するけどもうごめんねって言いながら歩いて行ったんですけど私がごめんねって言った時に母がそばにいて「あんたごめん」とか「ありがとう」とか言うねとか言ってて。 まあ知らない人がある見ると、もう本当にわがままの子で、なんかもう、かんを起こしてみたいな感じに見えるけど、でも本当は私がわがままなんですよ。だからお詫びして、すいませんっていうことで、なんかこう、ありがとうとかついてきて、ありがとうって言ったんですけど、そういうところに、息子との関わりで自分の意識が言ってたっていうのを、母のその一言で気づいて、ああ、自分も息子のおかげで成長できたなと思いました、えー。すすすすごごいいことででねねね受け取る方がすごい、ね、本当です、ねうん 先ほどね,ね名言がすべては愛っていうことだったんですけれども、そ,ね、その秘訣はやっぱり悩み苦しんだりいろいろな出来事があってっていうことなんでしょうか。そうですね。本当は人まあこの世界全部愛でできてるんですけども、そこに気づくために愛じゃない要素がいろんなところに散りばめられて、うん、でそこでななんでこんなことがとか思ってでずっと自分の振り返って帰っていくと。 あそれは自分をなんか本当に成長させる気づかせる幸せな出来事だったんだありがとうすべて愛だみたいな感じになる <laughs> もうすごい笑顔から愛がこう出てますよね<笑>,笑顔瞳からで田中さんは 清水さんとも以前接点があったということを伺ったんですけれども、二十年前イベントでね、そうですね。私がそのプレゼンの大会があって、でその時にこうまた同じようにこう息子から学んだこととかをちょっとこうプレゼンさせていただいてて、そうだったんですね。その時に清水さんが審査員をしていただいて審査員だったんですね。清水さんさすがすごいですね。とても手元にあのありがたいあのメッセージもいただいててですね。清水さんは言葉なくして伝えるって、あ伝わるって。 で小国くんのおかげですねってこう書いていただいてて、感動しましたって書いていただいてこれ直筆のメッセージですか？宝物ですけど、わあ、その時の審査をされた覚えてますか、須井もっと丁寧に書けるそんなえどうでしょうか？可愛らしくねサインとあの笑顔のマークも入って、はい、いや10年ものなんだね、忘れられてるとも思っます。の 聞かないでほしかった。 お会いしてたんですね <laughs> そうです、ね、すごいご縁ですねまた十年越しラジオに,、ね、にはいご視聴いただいてまだまだねお子さんとのエピソードはもともと聞きたんですねはい、はい、もう本当に話が尽きないんですけれども、はいはい、ではですねもう本当にずっと聞いていたいんですが、はい、一旦ここでねあのまとめていきたいと思うんですがひす、はい、さん先ほどの田中さんのすべては愛という名言を聞いてこう そうですね、僕はあの,ー <laughs> あの「みるみる幸せが見えてくる授業」という本の中で、はい、そのイコールラブっていうのを書いたことがあるんですね。イコ,イコールラブっていうその子供の時は学校にいて答えを探す必要があったけど、うん、大人になると答えを探す必要がない。うんうん なぜなら答えはイコールラブなので答えはもう愛だって分かってる。でどう愛なのかを探せばいいだけで大人になったらもう問題は全部答えは愛。でどう愛なのかを探せばいいっていうことをね書いたことがあるんですがまさにそのね全ては愛っていうのはあのすごくそこそういう感じかなっていうのは思いましたね、は。い だからイコールラブステッカーを作ったんですよ<ー>、うん、イコーールラブステッカー、うんあのー、よくキャリーケースとかにシール貼ってあるんでしょ、はい、あれの、ね、イコールラブって書いてある、はい、キャリーを、ね、作ってそのキャリーをあの運ぶ距離を持ってると答えは愛っていうねあのだ答えが愛だとしたら今の、ね、抱えてるものどう愛なんだろうかって問いかけるステッカーシールをね。はい 作ったんですよねいいすかっこいいですね、うん、ああ欲しいなあの、ね、<laughs> めちゃめちゃ余ってるからる本当ですぜひ <laughs> 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 言ってみるもんだなみたいなはいあの、はい、というわけでねはい。あのまたあの聞いていただければと思います田中さんありがとうございます本当にありがとうございました癒されましたその優しい、ね、瞳にあ,ありがとうございます翡翠 <laughs> 小太郎の名言ラジオセラピーでは皆さんのメッセージをお待ちしておりますでは、えー、ありがとうございました このコーナーの提供は、喜びの種まき、プレシード、愛の折り箱ややさかがお送りしました。大切な人に伝えたい言葉に変えて。 遥かの誰かが残した言葉が時を越え今も僕を励ますように僕らが語り合った夢や希望 舞い降りる喜びや悲しみを言葉の魔法で何に変えよう 変えて！言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。 言葉に変えて伝えたい言葉に変えて